ヨハネス一世チミスケスは、東ローマ帝国中期、マケドニア王朝の皇帝へ軍人皇帝として活躍し、東ローマ帝国領を東方へ拡大させた。ヨハネスは、汎用読みで、中世ギリシア語では、ヨアニス一世チミスケスとなる。ヨハネスは、マケドニア王朝の血統ではなく、父方は、当時の名門軍事貴族、クルクアス家の宴席で、母は、 ニケフォロス二世フォーカスの姉妹。皇帝となったおじニケフォロス二世の下で将軍として活躍したが、ニケフォロスに礼遇されたことで、彼に不満を抱くようになり、愛人関係にあったニケフォロスの皇后、テオファノと結託して、ニケフォロスを暗殺。自ら皇帝に即位した。即位すると、用済みになったテオファノに先帝殺しのお命を被せて、追放。自らは、 コンスタンティノス7世の娘テオドラと結婚して、マケドニア王朝と遠赤関係を結び、定位の正当性を確保した。このように、三奪者という形で定位についたヨハネスだが、政策的には、先帝にケフォロスの軍事拡大路線を受け継ぎ、帝国の国力を増大させた。ヨハネスが率いる重装機兵軍団は、971年に、 バルカン半島へ侵攻してきたキエフ大国スビアトスラフ一世の軍隊を打ち破り、同時にブルガリア東部を制圧。また先代から引き続いていたフランク人とのイタリア半島における戦争を、名、テオファノをフランク皇帝夫を二世に嫁がせて、和訳を結び集結させた。また、先帝の老いであるバルダス・ホカスの反乱も鎮圧した。こうして北方及び西方を安定させると、 ついで東方のファーティマ長打島に向かい、974年からは、メソポタミア北部を占領。さらに、翌975年には、シリアパレスチナへ遠征し、ダマスカスなどのシリア諸都市やナザレなどのパレスチナ地方を占領、エルサレムを望む地点にまで兵を進めた。ヨハネスは、アルメニア王、アショット三世に対し、ゼンフェニキア、パレスチナ、シリアは、 サラセン人の首輝きから解放され、ローマ人の支配を認めたと書き送っている。ここで深入りすることの危険を悟って、軍を引き返したが、その人に病に倒れ、翌976年1月10日に、首都コンスタンティノポリスで病没した。ある資料は、遠征からの人に、カンガンバシレオスのソスが、国有地を強奪していることを知ったヨハネスが激怒し、 彼を処罰しようとしたが、身の危険を感じたバシレオスは、ヨハネスの釈人を味方につけて、滞在地の有力者による歓迎の縁の最中に、ヨハネスに少しずつ毒を飲ませたため、首都に帰り着いた時にはヨハネスは、瀕死の状態であったと伝えている。テオファノダ自らを裏切ったヨハネスに復讐したという説もあるが、当時彼女は、流刑先の修道院に監禁されていたので、 これは、悪女、テオファノというイメージによる想像に過ぎない。ヨハネスの死によって、長く政治の実験から遠ざけられていた、マケドニア王朝の着難バシレオス2世が、皇帝に即位した。このバシレオス2世が、ニケフォロス2世、ヨハネス1世の軍事路線を受け継いで、東ローマ帝国に最盛期をもたらすことになる。ありがとうございます。